で、これはね、あのブランディングっていう話にもね、ちょっとつながってくるんですけども、言わなくていい部分は言わない、いい部分だけ強調するっていうのが本質ですよね、キャッチコピー。だから商品が超いい前提ですよ。買ってもらいたいわけですから。だキャッチコピーっていうのは、その一番最初に目を引くことを目的としたものです。で、その後に文章があって、で、この文章の、後で話していきますけども、この文章のね、あの並び方とかね、構成、文章構成とかっていうのは あって、で、お申し込みにしていただくと。あくまでも、あのこのキャッチコピーがないと、これすら読んでもらえないっていうことですよね。さっきも言いましたけども、その何々部門は、ね、あの総合ランキングは100位だったけど、このカテゴリーでだけは1位取りましたって書いてあったら、その呼ばないと思うんですよ。だから1位って書いて、カッコちっちゃい部門だけどねみたいなこと書くわけです。まずは読んでもらうためにキャッチコピーをつけると。でこのキャッチコピーっていうのは、その、まあ、大体ね、そのまあ、この前あの岡根さんも言いましたけど、け結構キャッチコピーの本とか、ね、言ってるんで、で本見ていただけると、あのいろいろ書いてある、当てはめ方式で何々に、悪魔の〇〇悪魔の何々なんとか法とかね、そこにずっと読んでるとなんか勝手に出てくるようになってきますと。あとはたったなんとか何々でもできたとかね、そうこういうのが、まあだからその電車の追加広告とか本当面白いんで見てください。あのコンビニ行った時に雑誌とかの、特に週刊誌系はすごい面白いです。もう本当についつい目がいってしまいます。で実際読むとなんかそんなあれみたいな。で実際キャッチコピーって読み始めると忘れるんですよ、人って。ああ。思いません？なんか雑誌の表紙見て読んだけど、え嘘じゃねこれみたいな、比べます、雑誌の表紙と中身。意外と比べなくないですか？そう。でこれ不思議なんですけど、みんなこう中の文章とか中身見たら、その中身の充実ね、ストーリーとか中身のコンテンツがあるから、そのコンテンツにこうフォーカスしていくんで、うん、関係ないですあんまり最初のキャッチコピーはね。そんな感じです。だからキャッチコピーっていう、だからよく見てほしいですね。電車とか、あとは雑誌、あと本とかもそうですよね。書籍はもう本当キャッチコピーの塊みたいなもので、あれね、もう中身見れないですから、本って買うまで。特に電子書籍表紙で勝負ですから。数字とかもね、キャッチコピーはいいです。スティーブン・コールの7つの習慣とかね、うん、7つとかね、基本的に奇数がいいって言われてます。3つ、7つとかね、王道です。なんか知らないですけどね、奇数に反応するんですよね、私たちも。で、次は、まあその全体的なことですけど、ストーリー性ですよね、全体的には。人間って結構その物語に引き込まれるのがあるんですね、昔から。なぜかこれ結構不思議な話なんですけど、なんかちっちゃい頃に、例えばお母さんですけど、ちっちゃい頃にお母さんに本読んでもらったことあります？なんかお話とか絵本とかなんかあります？その時にお母さんに、いや絵本っていうね、ストーリーとか物語とかっていうのは本当にためになるし、本当に楽しいから読んでみて、見てって言われて読みました。なぜか読んでました。はい、そう、あの本、あの
昔話とかなぜか読んで見てましたよねあの動画とかね、なんかあのカメ、ツルとカメの、ツルとカメじゃない、ウサギとカメかウサギとカメのやつとかね、桃太郎とかね、なんかウス、ウスのやつとかね、サルカニガス、よくわかりました。ウスのやつが僕ちょっと印象的だったそう、うんとかね、みんな読んだことあると思うんですよ。でもそれってお母さんに説得されて読んでないですよね。なぜか読んでた。で、映画とかも好きですよね、みんなドラマとか。あれってストーリーです、全部ストーリー性なんですよ。でストーリーが大好きなんですよね、人間っていうのは。なぜかこれはね、教えてもらってるわけでもないし、説得されてることもないし、そのね、ベネフィットみたいな言われてることないですよね。この物語っていうのは読むとこんなことが起こって、未来にね、こんなあれがあって、ビジョンとかあって、いいよ物語って言われて物語いいなって思ったわけじゃないですよね。なぜかいいところが好きなんですよ。映画とかもそうなんですけど、だからこの文章書くときにもね、そういうのを意識してほしいですね。だからその例えば箇条書きのものってあんま見ないし読まないんですけど、その箇条書きで書いたものをこうストーリー的にこう話していくと読むんですよ、単純に。だから僕が今日セミナーでね、こうやって毎回こう書いてますよね、ストーリー性とかこうキーワード書いてお話ししてます。でも最終的にはその僕が最初にお話しするその集客教育セールスの中でのこの部分を話してるんだよって、この全体のストーリーを知ってるから、ああなるほどなって、こう何回僕が言ってるからなるわけですよね。これも全部ストーリーなわけです。だからこれ僕が前このね、今日あのスマホにねメモってきたこの項目だけをこう並べて、これはこうです、これはこうです、これはこうですって説明してもあんまりこう入ってこないっていうか、だからストーリーに乗せてこう言うっていうのが結構大事です、全体的に。だから僕が今何回もここでやって、例えばって話してますよね。あれってストーリー一個一個ちっちゃいストーリーをこうやってる。そうするとなんかこう聞く気になるじゃないですか。例えばこの場合って言うとこう引き込まれていくわけです。だから文章でも例えばっていう例え話を使ったりとか、その誰々の話で言うと、こういう感じのことがあって、でこの流れになってますみたいな、その全体のねストーリー性っていうものをこう常にストーリーは人を引き込むなっていう意識でね、全体的に書いてほしいということです。だから映画とかそのちょっとね、このストーリー性っていうところの次になるんですけど意外と結果欲しがってるわけではないです。その物語を楽しんでるっていう部分が結構あります。あとその欲しいと思ってその手にするまでがみんな楽しいんですよ。基本的にみんなよくね、ダイエット系のね商品とかってそうですけど、買って放置みたいなね、よくあるじゃないですか。あとね、あのね、欲しいと思って自分が楽しいんです。これを買って私はこうなると思っている時が一番楽しいです。ここを理解してください。まず何か売るって時は、これ対面セールスも同じですけど、まあもちろんね、商品が 100% いいっていうのは前提だから、今日話してるのは全てから全てその素晴らしい商品を売るのは大前提なんですけど、その人はそのものを手に入れることを欲してるわけではなくて、その手に入れた後の未来が欲しがってるわけですね、その人たちは。これは全てのものを置いてそうですけど、これを買うことによってこんな未来があるからみんな買うわけですよね。それ物が欲しいわけです、ないですよね。化粧品であれば、ね、化粧品買って、うわ欲しかったんだよなこの化粧品、このデザインもやばいし液体のねこの感じがいいんだよなっていう買うわけじゃないですかそう塗って変化する自分を求めて買うわけですよね。
だからそのね、よくありますけど、まあ普通のね商品のセールスとかでもそうですけど、この商品これだけいいんですよ、これだけいいんですよって言っても売れないんですよ。買ったらこうなる、買ったらこんなねビジョンがある、買ったらこういうことができる、買ったらあなたこうなるっていうことを言わないと人は買わないです。これはコピーライティングでも同じです。だからそのストーリーもそうなんですけど、結果欲しいというわけじゃなくて見てる時が楽しいですね、ストーリー。例えばじゃあ塚田さん、塚田君、じゃあ、映画見に行きましたよね。はい。で、例えば、先に言ったというか、僕結構ヒーローものが好きなんで、マーベルが好きなんですけど、大体やるパターンって、主人公がいて、フィアンセっていうかね、そのヒロインがいて、なんかヒロインがさらわれて、助けておしまいみたいな感じじゃないですか。まあ、ね、あとみんな人類を救って終わりとかね、そのパターンあるじゃないですか。じゃあ塚田君、映画見に行ってヒーロー出てくるじゃないですか、はい、で敵出てきて、ヒーローめっちゃ強いわけですから、ワンパンチで倒して、はい、ヒロインを救ったらどう思います？いや、ちょっとつまんない。なんですか、でもなんですか、だって結果が知りたいんですよね。ああ、確かに。まあそうですね。でもなんでなんですか、なんでダメなんですか。いいじゃないですか、ワンパンチ倒して幸せじゃないですか。最初はOKなんですけど、なんかその辺のダメですか、感動なドラマというか、そのなんかね、感動する背景とかなんか争いが欲しいですか。争いが欲しいですじゃあどう思います、ね、タイタニックとか例えば見に行って、ね、最初船乗ってね、普通について結婚したらどう思います？ちょっと中身いいじゃないですか、でもだってハッピーエンドが見たいですよねダメなんですか、最初船で出会って、あ、かわいいね、ナンパして、で、じゃあねって言って目的にたどり着いて結婚して、いいじゃないですか。結果は同じですから、別になんかつまらない、つまらないですか。なんでですかね、不思議ですよ。これもね、僕もすごいいつも、ね、不思議っていうか、まあ、僕もね、これ教えてもらった人っていうかね、こういう概念を教えてもらってる人っているんで、それ最初僕聞いた時になるほどなと思いましたね。だからドラマとかね、まあ、特に男子ってその女性もの恋愛小説が超嫌いじゃないですか。大げさっていうかね、はい、こいつ絶対死ぬみたいな、絶対病気で死ぬみたいなあるじゃないですか。そのもう見え見えのストーリーあるじゃないですか見え見えだけど、でもだから いいんですよ。だからそのね、なんか あるからちゃんと途中に、ね、見え見えで、でもだってそれで最初からねできちゃったらもうかんもね、何も楽しくないですから、死ぬから楽しいし、死ぬのか死ないのか分かんない、でも死んだみたいな、そのねストーリーが楽しいわけです。だから別に結果欲しがったわけじゃないですよね、映画とかドラマもそうですけど、超つまんないですよね、ワンパンでボス死んじゃったらねいろいろ苦労があるから楽しいし、その内容がね、その大きな摩擦があるから楽しいわけです。倒せんのかな、倒せんのかなみたいな。だからその結果欲しがってるわけではないってことですね。ストーリーを欲しがってる。化粧品もそうですよね。使って治った後の自分のストーリーを思い浮かべて買うんですよ。だから、まあ、これはね、ずっと思ってることで、そのなんていうんですかね、その箇条書きの実績とかを書かないようになります。だから逆にそんなんて、これはさっきも言いましたけど、何々教授、何々大学、何々先生が実証した何々ゼミの何とかでっていうのを、こういうのを意識してるとかあまり書かないようになります。これ結構重要で、物を売るとか何か売るってなると結構ね、その商品説明とかはね長くなってしまったり、その商品がどれだけいいのかってことを説明しがちですけど、お客さんはそれを欲しがってるわけではなくて、その手に入れた後のストーリーですよね。あとは手に入れる時のその気持ちを楽しんで
ということを理解 してほしいです。そうすると堅苦しい商品説明とか書かなくて済むようになります。退屈な、ね、文章にならないテンプレートをお願いします。これがね、一番みーさんがね欲しがっているものだと思います。じゃあどうやって書けばいいのか、具体的にどういう順番で書いたいのか、どういう構成で書いたらいいのか、